三宅誠一は日本の社会事業家、発明家である展示ブロックを考案し、財団法人安全交通試験研究センター所代理事長を務めた。旅館業の傍らで自動車ナンバープレート融雪装置などを開発していたが、白杖を使用する視覚障害者が車道横断時に危うい様子を目撃し、1963年頃から、 視覚障害者の安全保護を開発課題とする。飼育するセントバーナードの出産を機に日本、ライトハウス理事長の岩橋秀幸と進行する。岩橋は日本ライトハウス創始者で、中途視覚障害者である岩橋武雄の子息にあたり、網膜色素変性症により、弱死を患い1969年頃に、失明して1984年に死去した。 1965年に視覚障害者誘導用ブロックを考案し、自宅に安全交通試験研究センターを設けて、展示ブロックの普及に専念する。1967年3月18日に、岡山県立岡山盲学校近傍の国道2号の横断歩道へ展示ブロック230枚を市費で付設する。1974年に建設小道路局から道路における、 盲人誘導システムの研究協力を依頼され、10月1日に安全交通試験研究センターを財団法人とする。1982年7月10日に慢性肝炎で死去する。2010年に3月18日が展示ブロックの日となる。2019年3月18日に Google Doodle に収載される。ありがとうございます。